インドネシア移住のメリットとデメリットとはインドネシアに移住してみたいと思ったのはバリ島にビラを持つ先輩メさんの話を渋谷で聞いた時だったインドネシア移住のメリットインドネシアでもバリ島のように場所を選べば物価が安く豊かな自然の中でのんびり移住ライフを楽しめること独立したインドネシアへの支援という歴史的な背景から 日本人に感謝する現地人が多く、新日の国でもある点も移住者には魅力。海外で生活するなら、やはり日本人に好意的な国の方が移住生活を続けやすいのは事実。日本語を勉強している人の数が中国に次いで多いというのはかなり意外だったが、映画やアニメ、日本製品をはじめ、日本の文化が浸透していると言える。ちなみに日本人女性は、現地で語られる 美人の条件を全てクリアしているためか,かなりモテる3億人に迫る勢い世界でも4番目の人口を誇るインドネシア人口が多いということは国に勢いがありビジネスチャンスや投資の機会も豊富であるということ終戦後から日本とのつながりも深く日系企業もかなり進出している海外を活用しようとする人たちにとっては国土が広く資源が豊富なインドネシアは ビジネススチャンスにつなぎやすいと言える。インドネシア移住のデメリット場所によっては現地の言葉を覚える必要がある点当然ながらフィリピンと比べたら英語は通じづらい東南アジアの中では治安がそれほど良くないのもマイナスタクシーの運転が荒かったりドライバーのマナーがそれほど良くなかったりするのは行ってみて気づいた点そもそも 世界最大のイスラム教徒の国インドネシア習慣や文化といった点で日本とはだいぶ差があるイスラム過激派とは異なりムスリムは平和を愛し穏やかな人たちだが移住となるとやはり現地の文化が合わない人もいる俺の場合は数日間のドバイ滞在だけでもかなり違和感を感じてしまった何しろ気軽にお酒が飲めないのは毎日飲むことが楽しみなあなたにとってはやや厄介な部分 俺のようにポーク好きな場合も同じ。渋滞が激しかったりするのは前に住んでいたマニラと同じ特に首都であるジャカルタは金縛り状態と表現される停電にも慣れていく必要があったり一方でビジネスマンにとっては有名なハラル認証が一つの壁となるインドネシアとカッパドキアを観光し結局はフィリピンに移住してセブ就職したのは マナーにうるさい日本人、崎山。これと同じく、椎茸が苦手な彼も、脳に良い食事を積極的に取り入れている。